全国の映画館では毎週新作映画が公開されている。一体誰が映画を見張るのか、一体誰が映画をウォッチするのか、映画ウォッチ超人シネマンデス歌丸が今立ち上がる、その名も週刊映画辞表ムービーウォッチメン。 What did he see? What did he feel? Which movie will the Cinnamon DS review about?さあ、ここから夜11時直前まで映画評論コーナー、週刊映画辞表ムービーウォッチメンをお届けいたします。今劇場で公開されている最新映画を映画ウォッチ超人ことシネメンディアス歌丸がウキウキウォッチング、その監視結果を報告するというコーナーとなっております。今夜扱うのは、先週ムービーガチャマシンを半ば強引に回して決まったこの映画、アフターショックいやほら、なんか無法地帯と化した世界みたいなのがちょっと通じるかなと思って、北斗のアフターショック映画監督、俳優としても知られるイーライロスが制作主演を務めたパニック映画、監督は、チリの方ね、ニコラス・ロペスということで、いつもだったらここストーリー説明するんですが、ストーリー説明後でもう一回僕自分でざっくりしたいのでね、ちょっとここは飛ばしていきたいと思います。はい、アフターショック、公開の規模が、要するにそのシッチェス映画祭ファンタスティックコレクションというね、2013というその枠の中で1日1回だけっていう、しかも東京ではもう上映今週で終わっちゃって、まあ福岡大阪とかそっちの方ではこうもう一周やるんだけどというね、非常にこう見れる条件が少ない中でのね、ちょっと強引なというかですね、ちょっとイレギュラーな形でガチャに入れさせていただいたアフターショックだったんですけど、ということで当然、リスナーの方からアフターショック見ましたというね、ウォッチメンからの監視報告、当然のことながら量としては少ないですね、ただその結構な回、全ての上映が満員だった、見たくても見られなかった人が多数いた模様ということでございますね。はい、で評判は概ね好評、展開が読めずにハラハラしっぱなし、人がどんどん死んでいく、悪趣味で面白い、ブラックの笑いどころもあって意外にもスカッとしたなどの意見が多かった、中には歌丸さんが絶賛するほど面白いとは思わなかったという意見もありました。代表的なところをご紹介いたしましょう。ラジオネーム矢吹屋さん、アフターショック最高でした、アフターショック最高でした、でも歌丸さん、僕は福島出身で震災の遠からず当事者なのですね。そういう方がね、ちょっと見てどう感じられるのかな、ちょっと心もとないところですけど、この気持ちとどう折り合いをつけたらよいのでしょうか。映画館であんなにドキドキワクワクしたのは久しぶりですと、ということでございます。ありがとうございます。一方で、帰り生カエルくんさん、ちょっと否定的な意見ね、そんなに面白くなかったですねと、でも途中からこの映画はそういうことじゃないんだ、単なるエンタメ、デザスタームービーなんだと考えを改めたのですが、要するにちょっとこうハードル上げすぎちゃったのか、僕の言い方も良くなかったかもしれませんけど、それならもうそれでもうちょっとアイデアが欲しかったなと、地震が発生したクラブのシーン、手がちょん切れたり、カリスマダンサーっぽい人があっけなく下敷きになったりしておおとなったのですが、そこからすぐ外に出ちゃうのがもったいなかった、もっと狭い限定された空間でのあれやこれやが見たかった、僕が阪神大震災で被災していることが今回の鑑賞に影響しているのは間違いありません。だからその先ほどの方と対照的に、その、地震のでこう結構被災されて、恐怖を十分味わっている方のちょっと対照的な意見かもしれません。地震という装置を使ってエンタメに仕上げるならもっとアイデア満載というか、うまく言えませんが、もっと悪乗りしてほしかった、もっと悪趣味に、だって本当の地震の方がもう全然怖いんですから、というね、地震そのものもその状況下での人間もと、ね、阪神でどんな経験されたのかというね、はい、でちょっとでは皆さん本当にね、見にくい中言っていただいた方本当にありがとうございました。アフターショック、8月10日の、オープニングトークで私ね、はい、アフターショックという映画がございましてっていうね、話を結構話しました。その時も言いましたけど、まあ最初は高橋よしきさんにね、映画秘宝アートディレクターでもあり、この番組でおなじみよしきさんに、いつものことながらなんか面白いないですかつって、アフターショックやばいですよつって、で新宿ビデオマーケットで、その輸入ビデオマーケットってお店でね、輸入ブルーレイ売ってるのを、まあ、いち早く手に入れてみたという、でもう改めてちょっとやっぱね、この映画のやっぱ魅力を一番伝えるにはやっぱストーリーを説明するのがやっぱ一番いいね。まあ最初はこうボンクラ男3人組がですね、チリを旅して、そのうち1人は、アメリカ人、これはイーライロスが演じてるわけですけど、まあチリを旅してて、でまあ途中女の子をねナンパなんかしたりして、まあ6人組で、チリの最初はサンティアゴというところにいるんだけど、そのうちもっと面白いところ行こうぜって、バルパライソでしたかね、ちょっとサンチアゴから120キロぐらい離れた街にこう行ってですね、で遊んでると、まあクラブで遊んでいると、まあそこまでは本当にこうちょっとね、もうなんかドンキな感じのね、展開が続くという感じなんだけど、クラブで遊んでいるとチリは、まあ日本
とね、負けず劣らずの大、まあ、地震国で、2010年にも大地震があって、ね、被害者結構出られたと、出てしまったという国なんですけど、チリ、クラブで大地震が起きてしまいですね、まあ、クラブアビ教官の、まあ、そこで地獄絵図が展開され、命からがら表に出てみると、街はもう完全に無法地帯と化していて、で、警察に助けを求めようとするんだけども、警察自体も、ギャングにもう襲われて、もうギャングの方が優勢なぐらいで全然頼れない。そうこうするうちに、おお、あそこにいい女連れてる奴がいるぞ、もうギャングに追われる羽目になるというね、あんまり土地かもないところでこう追われる羽目になる、でまあ余震の恐怖に襲われながら、この近所の要請に、途中でね刑務所がまあ壊れちゃって、もう囚人がいっぱい逃げちゃって危ないですなんていうね、そういうこと、アナウンスが警察であったりとかしてですね、というね、でまあ2点3点して、まあいろんなアイデアが込められててというような話でございますよと。どうです、もう話だけで僕だからこれいろんな人に今なんかおすすめありますかって、アフターショックですよでストーリーの説明するとみんなもうこのストーリーの時点ではあ面白、すげえ面白そうじゃないですか。俺はヨシキさんにやっぱこのね、いや大地震があって無法状態になっちゃってなんとかで、うおうおう待って待って、これそれもう一番俺の生涯ベストなやつじゃんその時点でみたいな、アフターショックで実際このストーリー説明の通りの面白さはの映画なんですよ、うん、なのでもうこの時点でイエーイってなる人だったら大丈夫だと思ってたんですけどね、先週の放送終わった翌日、そのヒューマントラストシネマ渋谷のそのチェス映画祭でやってるそこに僕も行きました、チケット予約して、まあ、もう本当完売続いてるみたいですごい混んでて、なんか監督のニコラス・ロペスさんも日本で超入ってるってわーいなんてね、超入ってるって1日1回だからねみたいな、まあいいんだけどさ、まあすごい喜んでる。ただやっぱね、ここでね、ちょっと私誤算だと思ったのは、見終わって、まあ、たまたまの伊藤壮さん、この番組もね、あの、推薦図書特集で、おなじみ、伊藤壮さん、空中キャンプというね、その、ホームページやってますけど、ブログか、伊藤壮さんとお会いして、で、じゃあお茶でもしますかって、一緒にこう、エスカレーター、感想を言いながらエスカレーター降りてたらですね、これ間違いなく今週ガチャが当たって、僕の激推しで来られた番組のリスナーの方です、間違いなく。が、すれ違いざまというか僕にちょっとこう、一言言いたかったんでしょうね。ちょっと僕は分かりませんでしたみたいな感じでこう、まあ、去っていかれてですね、あのそれちょっとあ申し訳なかったなと。で分からないっていうのは、これはもちろんストーリーが分からないようなタイプの映画じゃ絶対にないはずなので、もう当然のことながら多分僕がなぜそこまで激推しするのかが分からないという意味だったんだと思うんですけどね。でその後、まあ、もちろんそのメールも含めてですね、全然ダメだったとか、まあまあまあじゃないみたいな、そういう反応も見聞きするつけですね、ああそっかと、久々にこの感じあるぞ、来たぞと、非常に似た思いをしたのは、やっぱり僕、未だに僕は本気で生涯ベスト級、アポカリプトですね。アポカリプトですね。いやいや、ほら、無法状態になっちゃって、こう乱暴者がさ、ってそういう話だからさ、アポカリプト、の時に、そう思い出した。要は、アポカリプトね、その、輸入 DVD とかで先に見て、うん、むちゃくちゃ面白い。こんなもん、これ、みんな見せさえすれば、見せさえすれば、もう誰だがでも絶対に面白いタイプの映画だで確信してみんなに進めまくっていたら、実際に日本で公開してされてみると、実際には意外と結構なパーセンテージで、うん、なんかピンとこないみたいな人も結構多かった。でそれ僕はあーと、なるほど、ことほどさようにこう映画を人に勧めるってのは難しいんだなという思いをまあそこで思ったんですけど、それはすごく思い出しました。なのでもうアフターショック、まあ、こういうこれこういうような内容ですと、で実際そういう内容の映画でした、イエーイ、ハイタッチ、ハイファイブ、パーンっていう、で済ませたいのは山々だったんですけど、ちょっとそうもいかないっぽいということでございますね。はい、まあでも実際ね、これアフターショック、例えばインターネットムービーデータベースっていうね、ありますね。英語のそのいろんな作品情報が、載ってたりとかね、いろんな人の評論が載ってたりする。インターネットムービーデータベースとかでも評価、点数は全体に全然アフターショック低めだったりするんですよね、はっきり言って。で、それを言ったら、イーライ・ロスが関わった作品全体そんなに点数は実は高くないんですよ。インターネットムービーデータベース的な点数で言うと。例えば、ね、この番組がスタートして間もない頃、ね、カタカナ4文字の日本映画にはろくなものはないが、カタカナ4文字のアメリカ映画には素晴らしいのがありました。ホステルっつって。ホステル、まあ、おすすめしました。僕はもう本当、大傑作だと思ってますけど、2005年のホステルでさえ別に点数は高くないんですよ。ね、インターネットムービーデータベース。で、なぜかっていうね。まあ、イーライ・ロス。イーライ・ロスは今回のアフターショックの、ストーリーと原案と制作と共同脚本と、そして主演ですね。役名が、グリンゴってこう名前じゃないんですよ。白人、そのね、スペイン語で言う、ちょっと白人を別紙的に言う、グリンゴっていうね、白人っていう役名なんですけど、で、じゃあなんでその点数高くないかといえば、まあ要はイーライ・ロスの作品好き嫌いがすごくはっきり分かれるからですね。僕そういう、それをすっかり忘れてた。で、なんでそうなるかといえば、まあはっきり言って、
まあ、えぐい残酷描写満載のホラースリラー、それもなんか例えばそれがさ、羊たちの沈黙みたいな若干の拡張を伴っていればいいんだけど、そうじゃなくて、完全にジャンル映画的というか、エクスプロイテーション映画的というか、一般に低俗と見なされるようなタイプの、残酷描写満載のホラースリラーだからってことですよね。なのでこういういわゆるジャンル映画的なそのホラースリラーって、その世界では名作とされているような作品もちゃんとその点数つけるようなサイト行くと全体としては低かったりするんですよね。はい、というもんだっていうのはあります。であるいは例えばですね、ホステルね、日本公開された当時、僕ずっとその話ね当時もしてましたけど、スマップの稲垣吾郎さんがテレビでやってる映画評で、存在することすら許せないってぐらい嫌いみたいなことをホステルに対しておっしゃってて、まあ、まさかね稲垣さんもその後ご自分が一人ホステル的な役柄でね、まあ、13人の資格なの殿様ね、完全にあんた一人ホステルでしょっていう、役柄で名演を残すとは、まあ、ご自分もその頃は思ってなかったんでしょうけど、まあそれはいいんだけどさ。なのでまず一つ言えるのは、こういうジャンルにそもそも耐性がない人、ジャンル映画に耐性がない人にはダメかもしんないっていう注意はしといた方が良かったかなっていうのはありますね。はい、僕としてはちょっとこの機会にこそ食わず嫌いせずに、こういうジャンルの中にもこう光る作品あるんですよっていう、光る作品っていうかこういうジャンルにこうちょっとこう慣れていただきたいと、食わず嫌いしないでほしいっていうのがあってのちょっとおすすめだったんですけどね、ちょっとそう注意しといた方が良かったかなと。あとですね、イーライロス自身の監督作、まあ、ホステル、1、2と、あとキャビンフィーバー、などに比べてですね、今回のアフターショックは、ぐっとちょっと緩く見える作りっていうのもいまいち的な印象を見やすかったかもしれないね。ちょっと若干緩く見えるっていう、今回はチリとアメリカの合作で、まあ、監督そのニコラス・ロペスもチリの監督だし、スタッフもチリのあれだし、キャストもチリの人中心っていう、方で、まあ、若干緩く見えるだと、明らかにチープ、インターネットムービーデータベースのその情報によると推定200万ドルっていうんですよ。だから2億円弱っていうことですね。非常に低予算と言ってもいいと思います。ただ僕はこの作品は、まあ、いろんな意見があってもいいと思いますが、僕はこの作品は少なくとも見た目の印象よりはずっとちゃんとした立派な映画だと僕は思っております。これはこれまでのイーライロスの監督作品と同様と。で、さっき言った緩い部分っていうのは、まあそのニコラス・ロペスさん、組の持ち味なんだけど、これも本作アフターショックに関しては、僕は完全にプラスに働いているというふうに思っております。詳しくはちょっと理由は後ほどちょっと言いますが、はい。でですね、もちろんね、その次々と起こる、まあ、ひどすぎる出来事とか、ひどすぎる、まあ、映像とかもね、まあ、そういう例えば人がぐちゃーっとなっちゃったりとかっていうのに、まあ、思わず笑ってしまうみたいなのは、まあ、この手のジャンル映画ジャンル映画としてのホラー映画の、まあ、観客の態度として、まあ、正しい、まあ、アフターショック上映中も当然笑い声なんかもちょいちょい起こってたりしましたけど、ただそのベースにはですね、まあ、いろんなタイプの、要するに悪趣味に笑うために作られてるホラー映画とか残酷映画ってあるんだけど、この、イライロスの作品っていうのはこの作品も含めて僕は違うと思ってて、笑ってもいいんだけど、そのベースにはこの、その、我々を取り囲む、我々が生きているこの世界というものに対する、まあ、真摯な視線というか、言っちゃえば恐れっていうものがはっきりある。つまり作り手自身がちゃんと真剣に怖がっている、こういうのって本当に嫌だよねと、こういうことが起こったら俺は本当に怖いっていうことを真摯に描きすぎると黒い笑いを誘ってしまうこともあるっていうことなんですよ。なので、イーライロスの、まあ、黒い笑いを誘うようなそういうハードコアホラー作品の本質は、僕は実は世界に対してものすごく真摯に怖がってるってことだと思うんですよね。どういうことかっていうのは、もうちょっと丁寧に言うと、我々が暮らしてるこの世界っていうのは、一皮剥いたら、僕らは普通だわ、こうやって普通にヘラヘラ暮らしてるけど、一皮剥いたらまた別の本性を剥き出すんじゃないか、本当はこの世界っていうのはとっても恐ろしい場所なんじゃないかっていうような恐怖ですよね。はい。で、だからイーライロスが、まあ、制作してたりとか、イーライロスが監督したり制作したりするホラーは常に、監督自身がこう言ってるんですけど、要するに現実ベースのホラースリラーに僕は惹かれると、作り手としては観客としてはいろんなそういうモンスターが出てきたり SF も好きだけど、自分一作り手としては現実ベースのホラーが好きだと、彼の言葉で言うと、インタビューの言葉で言うと、リアルな悲劇に基づいているものが好きだと、それが本当に怖いと思うという、おそらくイーライロスさんがと僕はこの世界の何を怖いと感じているか、こういうことが起こったら本当に嫌だ、怖いと思うツボがすごく近いっていうのもあるというふうに、思います。でもそれを言ったら僕ね、例えばそして父になるね、このコーナーで扱って非常に、まあ、誰が見てもすごいクオリティに達している作品ですけど、
あれだって僕のが面白がってるとこはそこなんですよ。この世界のこの薄皮を一枚剥いたら、そこは全然実は違う他人みたいな顔をしたところなんじゃないのかっていう。是枝さんのね、その歩いても歩いてもとか、ホームドラマはやっぱホラー的でもあるっていうのはそういうことだ。僕はアフターショック、アフターショックが超面白いっていうのと、そして父に、まあ、いや、そして父になるが面白いっていうのは、実は僕は本質としては僕の中では繋がってるんですというね、ことです。で、例えばね、今回のアフターショック含め、そのイライロスが関わってたというか、イライロスが作ってる映画は全部そういう話とも言えるんだけど、例えば、土地勘の全くない場所、要は旅行先にいる時の浮ついた気分。でもその浮ついた気分っていうのは、要するにこれ裏表なんだけど、不安でもあるわけですよね。旅先にいる時の浮ついた気分と裏表の不安。これって、もう誰もが絶対に一度は抱いたことがある感覚じゃないですか。そしてそこで一番起こってほしくないことが起こるわけです。僕これが大事だと思って、映画の本当に大事な、一番最も大事な役目の一つ、一番起こってほしくないことが起こるのが映画の大事な役目です。だから、もちろんその前、ヨシキさんのね、その出た時も言いましたけど、こういうことは実際に起こってほしくないですよと心底思ってる人間がこういう映画を楽しむのですというね、ことですね。はい。で、例えばですね、長編監督デビュー作キャビンフィーバーね、イライロス、これはだから要はアメリカのど田舎、いわゆるそのまあ例えばジョン・ブアマン脱出であるとか悪魔の生贄的な、まあいわゆるこうホワイトトラッシュ的な世界というかですね、まあ貧乏なね、その白人がこう住んでて非常に偏見も強くてみたいな、そういうところのホーム、つまり主人公、都会から来た主人公の若者たちにとってのアウェイ、で、たちの悪い病気にかかるっていうね、そしてここがポイントです。だから要するに土地勘のないところで、しかもそのルールが違うところに来ちゃってるから誰も助けてくれないっていうね、はい、変形スラッシャームービーというかね、ことだと思います。要するに殺人鬼がいないタイプのスラッシャームービー、あるいはですね、まあ言わずと知れたさっきから言ってるホステルシリーズですよね。まあ外国、スロバキアですよ。これ今回のチリという絶妙なね。うん、何か起こったらちょっとわからんぞ感っていうかね、外国スロバキアで、スロバキアにまあ旅行行って、まあこれもだから今回と同じですよ。男3人組が調子こいていたら、闇のその人身売買組織に気がついたら拉致されて、でまあその拷問殺人クラブ、もう史上最低の風俗ね、ボンデージっていうのまあその要はその餌というかそれにされてしまうという、で当然またしても誰も助けてくれないということであるとかですね。まあ、このホステルはね、ちなみにホステル型の作品というのがその後世界中にもうその後出るぐらい、まあ、それだけでも傑作っていうのも証明になってると思うんですけどね。そしてもちろん今回のアフターショック、一見デザスタームービー、もちろんそのありますけど、この実は地震っていうところはポイントじゃないんですよね。やっぱりその地震の後に起こることっていうか、言葉もろくにそんなに分かってないような、外国で大地震とか大災害に遭う、これやっぱ避けたいところじゃないですか。我々としては何としても避けたいこと、しかもその後に地震だけでも嫌なのに問題はその後みたいな、はい、そして当然誰も助けてくれないというそういう話ですよね。はい。で、そういうまあ極限状態を通じて、まあ、人間のその思わぬ本性が出るというねことですよね。はい。思わぬ本性、もちろんこれホラースリラーですから、ね、当然のようにそれは人間の醜さであったりとか、あるいはその、弱さであったりとかっていう、まあそのネガティブな面が出るというのがまあ基本ですよね。はい。もちろんそれだけでも十分映画として立派なんですけど、僕はですね、イーライロスの作品見てて、ここがいいよなって思うのは、単に露悪的なだけじゃなくて、その、例えば最悪の状況の中で人間の中の醜さも出る、弱さも出る、でも、崇高さも出るっていう、でも、まあ、その崇高さっても綺麗事じゃないので、ヒロイックに活躍するとかじゃないんです。ほんのささやかな優しさだとか、クソ野郎だと思ってたあいつがささやかな優しさを見せるとか、もう本当にただのボンクラなクソ野郎と思ってたあいつのささやかな勇気、みたいなものも出る。それも人間だろっていうこともちゃんと、描いてる。俺はそこが肝だと思うんですね。例えば、ホステルで言えばですね、そのね、人身売買組織から命からがら逃げ出せた。このまま黙って逃げればなんとか逃げられる。でもそこで、女の子の悲鳴聞いちゃった。もう俺のバカってこう戻る。俺あそこで毎回泣いちゃうんですよ、もうその。で、要するにその、まあもちろんね、その、ジャンル映画としてのホラーで、単に露悪的なだけでも全く構いません。それでも全然素晴らしいですよ。露悪的で、どうだ、ひどいでしょう、ははこれでもいいんだけど、イーライロスの作品はそうじゃない。単に露悪的なだけじゃなくて、ちゃんと、そういうその、
要するに一面的じゃないわけです。ちょっと偉そうな言い方をすれば、人間が描けている。人間の描き方が多面的、重層的っていうことですよね。はい。僕は、まあ、露悪的、偽善的と露悪的だったら露悪的の方がまだマシだとは思うけど、でもどっちも根っこは同じだと思う。人間をやっぱり一面的にしか見てない。世界を一面的にしか見てない。そうじゃないところに僕はやっぱイーライロス作品を、のやっぱ見応えというものが、あるなと思ってて、で、今回のアフターショックも、例外じゃないというふうに思っております。はい。あと単純に今監督としてイーライロス、監督として、なんていうんですかね、実は非常にオーソドックスというか、気を照らったことをしないタイプの、非常にちゃんとした、正統派の、まあ、こう手腕を持った監督でもあるという、そういう意味でもちゃんとしてる立派な映画ですよ、と。なんか一見なんか立派なテーマ扱ってるけどっていう映画で、よっぽどこういう方がちゃんとした映画だと思いますよ、みたいなことも思います、と。はい。で、ちなみにさっきからイーライロス言ってますけど、今回、さっきも言いましたけど、チリのニコラス・ロペスさんが、そもそもまあ原案ストーリーと、共同脚本と、そして監督、をやってる。まあ、で、ニコラス・ロペスさん側のテイストも今回はかなり入ってるというのはあると思います。で、例えばですね、ブルーレイのインタビューによればですね、もともとこのニコラス・ロペスさん、まあ当然僕ら作品見たことない人ですけど、もともとチリで、ロマンティックコメディ、まあ要はラブコメですね。ああいう恋愛のサーテコエコメディを多く作ってきた人なんですよ。で、イーライロスは、この、ニコラス・ロペスさんが2004年に初めて監督した長編作品の、プロメディオロコっていう作品があって、これを2004年、見て以来の彼のファンだったんだって、イーライロスは。で、例えば、まあ、イーライロスといえば名優、クレンティン・タランティーノね。まあ、タランティーノ作品も、役者として出たりね。いろいろしてますけど、タランティーノに、まあ、この、なんだ、プロメディオロコ、これ見せたら、タランティーノが、今年一番笑える映画だよ、つって、まあ、すごい気に入ったりとかって、まあ、そんな経緯があって。で、まあ、イーライロスと、その、ニコラスさんはずっと、一緒になんかあったら一緒に映画作りたいね、つってずっとなんかこう、いいアイデアないかな、みたいな、こう、真似ってたと。で、そういう考えてたところに2010年、先ほどもちらっと言いましたけど、チリの、大地震があって。で、まあ、実際当然そのニコラス・ロペスさんや、なんかもね、当然こう、それにあって非常に怖い目にあったっていうふうにおっしゃってるんですけど、それで作ろうじゃないかと。これは非常に興味深い映画になるぞと。要するにその実際のやっぱリアルな怖さ、リアルな悲劇というものがベースになった作品を作りたいというのがやっぱイーライロスさん、そこにやっぱ容赦なく目をつけたわけですよ。はい。で、さらにですね、今回の主要キャスト、はですね、姉妹のお姉さんの方のモニカっていうね、あの役の、あの女の人はハンガリーの女優さん。あと、イリーナっていうあのロシア人のね、あの役の人。あの人はスペインの女優さん。あと、イーライロスは当然、まあ、アメリカ人ね、役名、グリンゴ、白人。白人役のイーライロス。この3人以外は主要キャストは全員、そのチリの、ニコラス・ロペスさんがこれまで作ってきたロマンティックコメディ、ラブコメの常連キャストなんですよ。で、キャラクターとかも大体ああいう感じで出るらしいんですね。はい。だから、例えばその序盤ですよ。最初の30分ぐらい。地震が起こる手前までの、まあ、ゆるいすったもんだずっとやってますよね。まあ、ボンクラ男3人がね、旅して、ね、ワイナリー、まずそのさ、その中のポヨっていうね、男がさ、ちょっと見た目がこの間その、オープニングトークで話したけども言いましたけど、ハングオーバーのザク・ガリフィアナキス風っていうか、見た目もそっくりだし、あと金持ちでファザコンでわがままでね、っていう、ちょっとでトラブルメーカーでもあるって意味で、ルックスだけじゃなくてちょっとキャラも似てたりするな、ハングオーバーっぽくしてんのかなって思ったけど、もともとまあああいうっぽいキャラなんだけど、ただその、ワイナリーにいて、ワイナリー、男三人ワイナリー旅みたいなね、三人じゃないけど、男たちのワイナリー旅って言うとなんかサイドウェイっぽいななんて思ったりして。で、ワイナリーでね、なんか案内してる女の人の背中にこうタトゥーがあって、そしたらウータンクラン。皆さんウータンクランご存知ですかね、ウータンクラン。ヒップホップグループ、有名なヒップホップグループね。ウータンクランのリーダー、レザーのね。レザーといえば当然イーライロスと、アイアンフィストという映画を作ってますけど。デザート撮った写真が、まあ、その、どうでもいいわっていう、なんか、ゆるいすったもんだがあったりとかなんかして。あと、クラブで、あれがよかったね、セリーナ・ゴメス。セリーナ・ゴメスって、そうですね、なんて言えばいいんだろうな、ジャスティン・ビーバーの元カノですよね。まあ、歌手でありという、スプリング・ブレイカーズなんかも出てましたけど、セリーナ・ゴメス、まあ、ちょっとそこだけ仮面出演してて、セリーナ・ゴメスを、まあ、グリンゴこと、イーライ・ロスが口説く、ナンパする、まあ、ダメなナンパの例っていうかね、あの場面は全部アドリブみたいですけど、あれは、まあ、まあ、面白いけど、まあ、ゆるい、どうでもよさげーなことが、まあ、ずっと続くという、まあ、ここは完全に、ニコラス・ロペスの、まあ、要は、ラブコメを撮ってきた人ならではのテイストなんだけど、ただまあ、まず、
こういうまあ緩いノリがあるからこそ、地震が起こって以降のもうハードすぎる展開っていうのがよりショッキングにやっぱ響きますよ。あんなのんきにやってたのにさっていう、前半もちょっとシリアスなテイストとかじゃないんだもん、っていうのもあるし、これ前半のこのね引っ張りが退屈だっていう人も多いけど、だってホステルの序盤の要するになんていうのかな、事態が明らかになる手前の展開も長くして退屈だっていう人結構いるぐらいだから、もうそういう人とは僕は単に意見が合わんとしか言いようがないけど、僕はこの引っ張りがすごく効いてる。要するに、ごく普通の暮らしを送ってたのというのも効いてるし、あとここが大事だと思うんですけどね、ゆるゆるだらだらってどうでもええわっていう風に見えるその観光旅行の合間にもですね、実は後半、まあ、例えば分かりやすく伏線として生かされる展開とかセリフみたいなのもあるし、それだけじゃなくて、後半のハードな展開の時に、あ、そういえばあの時こんなこと言ってたじゃん、みたいのが、しみじみと生きてきたり、来るような、そういうこう、ちょっとしたセリフ、後から思い返すと、あー、なんか、皮肉だなとか、あー、なんか味わい深いなっていうようなセリフとか、ちょっとしたやりとりが、実はちゃんと要所要所に周到に仕組まれてるわけです。だから、僕はね、パッと見よりはずっとか、ちゃんと考えて作られてる映画だと思うんですよね。すごく分かりやすいところで言えば、もちろん例えばね、教会から繋がってる地下道がありますよって、これも分かりやすい伏線ですっていうところだし、あるいはディスコでね、掃除のおばさんと、とのやりとり、あれもちょっとしたまあ伏線、まあ分かりやすい伏線になってるし、まあ非常に明白な伏線、あるいは、ケーブルカーの入り口で、ね、ケーブルカーのその入り口の親父と吸ったもん出しますね、ポヨがね。まあ、そこは、もう分かりやすい伏線になってますよね。まあ、ポヨが非常にまあ、傲慢な、態度をとっているというのが、後には、彼が、その態度がもう要するにね、変わるというか、そうせざるを得ない。要するにその日、さっきから言ってる極限状態で彼が見せる意外な表情の部分でもあると。まあ、こういう分かりやすい部分。こういうものももちろんだけど、例えばね、さりげないところで言うとね、その後、ケーブルカーで吸ったもんだって、金払えばいいんだろうと。貧乏人に金渡して下ろしゃいいんだろうみたいなこと言って、乗る。ケーブルカーに乗ってからの会話がまた後から思い返すと、実に味わい深いわけですね。まあ、ちょっとわがままな妹の方、カイリーっていうね、妹の方いますね。カイリーがこんなこと言いますよ。まあ、ちょっとこう、ファベーラ風っていうかね、こうスラム街見て、生かしたスラム街ね、裏庭に欲しいぐらい、みたいなこと言うわけですよ。あるいはその手前のところでグリンゴ、ディスコの中でこんな言ってますよね。チリって言うとみんなね、ああいうシティオブゴッドみたいな、超治安が悪いスラムで、みたいな、そんな感じ思うけど、そんなことないね、超イケてるね、みたいなこと言う。ね、生かしたスラム街ね、裏庭に欲しいぐらいとか、チリはそういうね、スラムって言うけど、そうじゃなくてさ、っていう観光客側、観光客的な、いかにも観光客的な表面的な視点が、後から、いや、この街の持つ本当の表情っていうのに散々こう晒されるということですね。これまさにホステルとかもそうですけど、本当のスラム街とは何かっていうのをもう散々思い知らされる。つまり、登場人物や我々が最初に見ていた、まあこれ街も含めた、登場人物もいいですよ。さあ、登場人物や我々が最初に見ていた顔は、あくまで表面的な、ものでしかなくて、その下には実は何層もの本当の顔が隠れているという、でそれが後からそれ出てくるという、非常にもうさっきから言ってるイーライロス作品的な厚みっていうのが、このケーブルカーの会話とか、そういうディスコでのどうでもいい会話一つとってもちゃんと仕込んである。あるいはその後ケーブルカーが、要するにね、親父がちょっと嫌がらせしてやろうってんで、ケーブルカー止まる、あら座っ、ここで地震って最初思ったりなんかしましたけど、ところでお姉さんの方、ちょっとね、神経質そうなというかね、ちょっと潔癖気味なお姉さんが怖いからってね、ちょっとなんか精神安定剤みたいなの飲みますよね。あそこもやっぱり後に、要するに実際にこう街がパニック状態になって、わーってなってる時にお姉さんパニック発作みたいな、パニック症状みたいなの起こしちゃう。そうすると、あんだけ仲悪く、していた妹が、こう、収めますよね。こっち見て、こっち見てってやるじゃないですか。つまり、なんかそういうこう、不安定さを背負った人だったっていう前振りもあれば、あれだけ要するに仲悪かった、姉妹の関係が後に関係する変化の契機となるのも前振りになってたりするわけですね。ちょっと薬飲むっていう描写だけですけど。あるいは記念撮影するときにわざわざ、はい、say dead bodies ってね、はい、したいっつってこう、撮ってたりとか、そういうね、皮肉が仕込まれてたりとかね、そういう実は周到な作りっていうのもいっぱいある。で、それが一番一点に集約されている後半のある名シーンがあるんですね。はい、こっからちょっと若干具体的にネタバレしてっていいですかね。ちょっとね、いいですか、これどうしても。すごいいい場面なので、詳しくちょっと説明したい。ギャングから、こう、命からがら追われていると。で、逃走中にイーライロス演じるそのね、白人ね、グリンゴがですね、余震でわーっと揺れた勢いで柱がこう起こってきて、柱がドーンって挟まれて動けなくなっちゃう。そういう展開。で、後ろからギャングが追ってくる、さあどうしようって展開がある。ちなみにこの作品全体の地震シーン、まあ、クラブの店内であるとか、この場面とか、実は割と兵所で、
起こるようになってるわけですね。これ、要するに広い場所で起こると撮るの大変なんですよ。地面とかもちゃんとこうひび入れたりとかしなきゃいけないだろうし、いろいろ仕掛け作るの大変だって意味で、さっき言ったバジェット的に決して高くないこの作品としては非常にクレバーな、工夫をしているなというふうに思いますし、しかもなんか落ちてくるものはできるだけ CG を使わず実際の特殊効果、その要するに物を作ってそれを落とすっていうので撮ろうとしてる。 98% は実際ので撮ってると、多分ビルが向こう側で倒壊してくる絵とかラストのあれとかそういうのが CG だっていうだけじゃないでしょうかね。はい。まあいいや。で、こう、まあ、イライロスがこう挟まれちゃう、動けない、どうしようっていうこと。で、そこで、まず、思い出していただきたいんですけど、まず、そのロシア人のね、すごく綺麗なイリーナっていう女の人が、ね、まあ要するにその、イライロスが、まあ娘が本当はいるわけですよ。こんな遊びもあるってたけど、娘に会いたいよっていうそのグリンゴを励ます。そこでこう息子の写真見せて、彼は何も恐れないのよ、私のヒーローよっていうとこう、イライロスが、まあそれはきっと母親にいたなってこういう。このね、これは、序盤の二人の会話とか距離感を思い出すとものすごいグッとくる会話じゃないですか。ちょっと嫌な感じですらあった会話のネタなわけですよ。あ、息子いんの?とかさ、ね、その話とかさ、みたいな。ちょっとピリピリしてたぐらいのこの二人がお互いを思いやるような言葉を話すネタになってる。これこそ極限状態の中でこそ発揮される人間の一面でもあるということだし、はい。というのがまずあって、ここでまず僕グッときますし、そこからさらに今度はギャングが来た!隠れろ!以降、またこれがちょっと変化するわけですよ。生きたままね、その要はお酒わーっとかけられて、女どこにいるんだと。まあ要するにギャングたちはレイプしようとしてるわけですね。生きたまま、こう、焼いてやるぞってこう、酒をこうかけられて。で、まあ生きたまま焼かれるなんてもう最低、一番避けたいじゃないですか。で、あまりの恐怖に思わず、イーライロス、こう、思わず怖くて、つい、口には出さないけど、目線で、あっちってこうやっちゃう。で、やっちゃった自分に、あーってこうなる、追根。なる、なんや、俺はってなる。これやっぱ言うまでもなくもう人間の、まあ、弱さ極限じゃ、こう、しょうがない。もう胸が張り裂けそうになる場面だし。もちろんギャングたちが見せる人というものの残虐性っていうのはもちろんありますよ。ただここがね、要はさ、弟にお前誕生日だろうとかさ、身内には優しいとか、これ狼の死刑宣告とかも何でもそうですけど、あと、神父と知り合いで、幼い頃ちゃんと洗礼受けてるとか、そういう、要は、ギャングは化け物じゃなくて、ちゃんと人間でもあるっていうのが余計この残酷なシーンだと嫌に響くみたいな。これもやっぱ人間、ギャングっていうのをただの化け物として描かない。ゆえの、嫌だみでありということでもあるし。ね。で、はい、人間の弱さ、醜さ出ました。で、そこで横でイリーナさんもついにやっぱ、ギャングのボスにレイプされちゃってますよ。もう耐えらんない、耐え難いような場面、精神耐えないような、ひどいシーンだけど、ここで何するかっていうと、イライロス動けないし、もう抵抗なんかできないのに、思わずそのギャングのボスに石を投げちゃう。彼はこのせいで、結局生きたまま焼かれる最悪の死を遂げることになるわけだけどね。これ、そのさっき言ったホステルの、あいつが勇気を振り絞ってっていうのよりもっともっとささやかな抵抗、これをやったってどうにもなんないどころかひどい目に遭うことが分かりきってるのに、でもどうしてもそれをしてしまうっていうところにもまた人間というものの極限状態でこそ発揮される本質、ささやかだけど崇高さがあるじゃないかっていうことですよね。それは地震発生直後のアリエルさんね、一番いいやつだった、あいつ、あの展開もちろん悪趣味さも入ってるけど、でもやっぱり視線は真摯だってことなんですよね。だから怒ってることは本当に最悪のシーンだけど、同時に人間というものの本当にギリギリのささやかなところで残る尊厳の可能性みたいなものも提示してるっていうことなんですよ。で、その人間の優しさであり、弱さであり、醜さであり、残酷さであり、そしてわずかなところで残る崇高さですよね。死を前にしてさえも。っていう、僕はここでどうしても泣いちゃいますね。すごい。はい。ということです。しかもここは、後にね、その同時に、後に重大な結果をもたらす消防士を救出するシークエンスと並行して語られることで、場面が動かせない、限定されている場面である分、ともすると、演劇的な見え方になりかねないところも補ってるわけですよ。うまいねっていうことだからね。はい。ニコラス・オベスさん前輩の、その、ゆるい会話がっていうその部分も生きてるし、イライロス的な人間観、世界観、それの全部が見事に集約された、僕はこう、アフターショックも、これ、ハクビだと思いますね。名シーンだと思います。はい。で、そっから終盤にかけての畳みかけるような急展開の連打も、まだサービスしてくれんの、まだそんなサービスしてくれんの、すいませんありがとう以外の言葉はないですよ、もうね。あと、その例えばラストショット、ある登場人物が、生き残った登場人物が倒れて、その俯瞰からそのまま正面に回って背後からっていうのが、まあ落ち、あれが来てるっていうのが落ちなんだけど、ちゃんとその
登場人物がフレームアウトしたところで終わるのもいいね。要するにどうなるか分かんないってところで終わるのいいじゃないですか。もちろんね完璧な映画とは言いませんよ、特にねそのギャング団のそのギャング団のさ剣の結末が非常に曖昧薄ぼんやりしてたのはこれはちょっと大変残念なところですね。はい、これはまあ間違いない欠点です。あと、それも含めて終盤ちょっと都合よく起こる余震で何でも解決しすぎっていうか何でも余震かいっていう感じはちょっとまあだんだん増える。ただねこういう話って結局根本解決はしようがないわけです。もう地震も起こっちゃったし何も起こっちゃったし助かったところで別にすっきりはしないのでそういう意味ではまあこれ以上の正解もないような決着地にはなってるんじゃないでしょうか。あとまあポヨがちょっと落ち込むシーンがちょっと全体のテンポからすれば長いかなって思うけどそれでさえ全部で89分ですからね。はい、あということで時間やってまいりました、役者としてのイーライロスの顔の良さとかそういう話もいろいろしたいことはございますがちなみにイーライロス最新作グリーンインフェルノはほぼ、同スタッフ同キャスト、を率いての作品なのでグリーンキャストグリーンインフェルノの前哨戦としても今回アフターショックね非常にあれ、ね、グリーンインフェルノ楽しみな今度は食人族オマージュだっていうから分かってんな。そしてやっぱ外国行ってひどい目に遭う話っていうねことでございます。もちろんねアフターショック映画史に残る名画とは言わないけどえ最高なんですけどっていう今日僕の説明を聞いて、それがちょっとでもそういう人が増えれば嬉しいです。ちなみにアフターショック、12月5日からもう実は DVD ビデオがレンタル開始されるそうです。そしてセルビデオは来年の2月8日に、セルビデオが売れるそうなので見逃した方はちゃんと見れますよということで、ぜひぜひこれアフターショックならこの形でウォッチメン。来週扱う作品を決めるムービーガチャ CM の後